ミスタイムさん、いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。そして動画も送っていただきまして非常に参考になりますね。やっぱ根性ありますね。これだけ動画を毎日作っていくっていうのは大変なことだと思います。で、ファンの方も300人超えてね、何よりだと思いますけども、まだまだ増えると思いますね。で、私今回ね、改めて思ったことがあるんですよ。それはですね、ポジティブなストレスは若返らせる体をものすごく活性化させるなと思ったんですよ。ポジティブなストレスは何かっていうと、まさにミスター M さんみたいに健康になりたいとかいい体になりたいって思うじゃないですか。これ誰でも思うけども、それに対して適度な負荷をかけるってことをほとんどの人はしないんですよね。で、ミスター M さんみたいに自分の体力とか、それから気力とかをね、ちゃんと計算してカロリーとか健康状態をコンディションを見て適度な負荷をかけて、そして徹底的な癒しをね、プロテインとかでもたらす、この繰り返しで体って育っていって若返ると思うんですよね。で、免疫能力も高くなってきますしね。それをなんか見させてもらったような気がしますね。ミスタイムさんの最初の頃送ってきた動画、今でも本当に印象深いです。なんか食事を作ってみたりとかね、まあ、いろんな機材紹介してみたりとか、たまにはランボーの格好してみたりとかありましたけども、いろんな場面を見る中で、さまざまなものに取り組む精神っていうのはもともとミスタイムさんね、若々しいなと思ったんですけども、いやでもね、今ね、見た目もすごい若いですよね。ヘアスタイルを変えたところもあったんですけども、ボディがね、もうね、ミラーに向かって挑戦してますよ、これは。この体のつきが変わっただけでも若返りだなと思いましたね。私もね、なるべく若くいたいと思いますんで、適度な負荷を自分にかけて、そして徹底的な癒しを、まあ、超回復ってやつですが、それを繰り返してね、もっともっと進化していきたいなと思いますね。今回もホエイプロテインの紹介ありがとうございます。メープル味ですか。私ね、バナナとね、チョコとね、練乳とね、あの辺を使ってるんですよね。あとメロンとブドウっていうのはこれからよく飲むようになるのかなと思います。まあなんせ寒い時期っていうのはお湯で溶かしたりしてたんで、最近はね、水で溶かすわけなんですけども、まあ本当にこうやって一緒に走っていける仲間がいるってのはいいですね。普段筋トレも一人だし、プロテイン飲むのも一人だし、プロテイン何飲んでるみたいなね、語り合うことはないですもんね。でも YouTube を通じて、おなんだメープル買ってんじゃんみたいなね、なるほどみたいな、シェイクしてるじゃないかみたいなね、おそんな色なんだみたいなね。私もだからプロテイン飲むたびにミスタイムさんの動画を思い出しますね。まあこれがだから共に走るってことじゃないかなと思います。ということでね、取り留めない動画になりましたけども、たまにはね、じゃあまた次回もよろしくお願いします。